両親を亡くし、空っぽの屋敷に、僕は一人。でも、あの日から。突然の申し出で恐れ入りますが、私をこのお屋敷で、雇っていただけませんでしょうか。この宝石のような透き通った綺麗な瞳、どこかで見たことがあるような。坊ちゃま、坊ちゃま、坊ちゃま、これからよろしくお願いします。最近雇ったメイドが怪しい。7月放送スタート。このメイドは怪しい。